ちらに画面をこれから出します。はい。カメラ調整します、ね。はい。はい。マイクの高さもう少し上げますね。はい。もう少し左に来れますか。はい。こっちかな。こんな感じ？OK です。はい、了解しました。それでは始めたいと思います。はい、お願いします。原稿の位置を教えていただけますか。ですね、はい、こじんまりとした夢という2ページ目の真ん中はい、お願いします。では始めます、はい。皆さんこんにちは。風水鑑定士である私、福岡和明が、今週も風水ラメについてお話をしてまいります。今週もお付き合いくださいね。さて、新年も明け、皆様はどのようなお正月を過ごされましたか？思い思いのですね、日々を、まあ、過ごされたんじゃないかな、と思います。震災があり、年賀状では、おめでとうは芳しくない。まあそのようなことが言われ、通常の年賀状、この書き出しがですね、何かこう例年とはちょっと違っているといった状況かと思います。私はですね、元旦の朝4時半に起きまして、5時半過ぎのですね、湘南ライナーに乗ってですね、前橋へ向かってきました。そうですね、日の出はですね、熊谷ぐらいに差し掛かる頃、こうオレンジ色のですね、大きな朝日をですね、車内で見ました。まあオレンジ色ですが、こうなんていうかね、燃えたぎるっていうか、燃え尽きるというかですね、なんかこうガーッとした感じのですね、その大きさをですね、すごく感じ取ったというような、雰囲気を受けました。前橋の駅に着くと、まあ、11月から鑑定をさせていただいている方がですね、待っていたんですね。で、その方の内神である八幡神社へ、まあ、揃ってですね、祈願をして、で、その後ですね、前橋ゴルフ場へ行ったんです。実はですね、そのご本人のおばさんが、いつも元旦にですね、ゴルフコンペを、まあ、主催してまして、そのおばさんのですね、経営する飲食店で、まあ、会合をですね、行うという行事だったんですね。まあ、そこへ今回初めてですね、参加させていただいたというわけです。8時過ぎに、ゴルフ場に着いたんですが、まあ、寒かったですね。こう、手が、かじかみながら、
まあ、プレーを始めたという状況です。前半はですね、45で上がり、後半はですね、暖かくなったにかかわらず、49ということで、まあ、合計94で回ってきました。終了後ですね、その飲食店に参り、皆様方とですね、ご挨拶をさせていただいたという状況です。新年より新たな方々とお目にかかることっていうのは良いことですね、とっても。まあ散々お酒をいただいて、帰り、電車に乗り込んだ頃には、まあ少し酔っ払ってました。寒いながらもですね、元旦から楽しんだ一日になりました。さて、今年ですね、成人式を迎えた方も多くおられるかと思います。私もですね、数十年前に区の公民館に行き、その後、仲間たちとボーリングをですね、行った記憶っていうのは残ってます。ここ数年は各地で荒れることもあり、まあ厳重なですね、警備の中、されることっていうのもあるようです。もともと成人式は戦後間もない1946年にここのですね放送局のある隣の町、蕨市ですね、そこでですね青年会というものをですね、まあ名称で立てて、そして戦になった若者に希望を持たせるという会をですね発足させていったということがですね、ウィキペディアに、まあ、掲載されています。1949年に今の名称、成人式に変更になり、これはですね、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を励ます会という趣旨になったというわけです。そこで、今年成人された方々にぜひ行ってほしいことがあります。その行いなんですが、いつもこれ私が言っている夢を叶えることです。夢を叶えるには、しっかりとした夢を持たなくてはなりません。就職難、低賃金、政治不安、円高、デフレ、震災、洪水、放射能汚染、節電など多くの不安要素が取り巻く日々、希望を持つ、よりこう現実をどう生きていくかというのをですね、こう切実に捉えやすい状況ですね。でも、今の状態が永遠に続くというわけではありません。また、自分が良くなろうというふうに思わないと悪い状況にこう引っ張られたままになっちゃうんですね。で、世の中を良い方に変えていくのは他人ではなくて実は新成人のあなた方です。1990年前半に誕生された方々は、比較的こう多くのですね、大変なことに遭遇されてきます。いわば、その中で、たくましく成長されてきたんですね。それですので、今後の日本を背負って、明るくしていく大きな役割を担ってほしい、ということを痛感します。はい、OK。6分40。はい。中は水とか飲みますか？うん、いや大丈夫、今飲んでますんで大丈夫です。はい、後半行きます。 OK です。はい、了解しました。
こじんまりとした夢ではなく、人ができないような大きな夢を描き、それに邁進してほしいのです。その過程に当たり前の夢、つまり実現は可能なことを書き出し、そして前人未到のですね、夢を作り上げていくという状況にしてください。夢は個人だけのことにとらわれず、ボランティアをするというようなこともですね、ぜひ盛り込んでほしいのです。健常者であれば、やはりそのような務めを果たすということもですね、重要な夢の一環です。ボランティアをなすには、健康体であることや経済的にもしっかりしてないとできません。つまり、そこまでの状況を作り上げていくことで、ボランティアもできるというわけです。今年は個人の資質が問われる年度になります。前向きに良いことを成して歩んでいける方はどんどんと前進し、ネガティブな考えやそのような行動をしていると後退してしまうという可能性があります。そのため、ぜひ皆様方へは、その前者である前向きな行動をとってほしいと望むのです。身につく本を読み、多くの出会いを試み、考えをまとめ行動してください。思い立ったら、まずは行動してください。佇んでしまっていると、進まないどころか後退してしまいます。失敗を恐れてはダメです。どんどん失敗をし、行ってください。それが大きな経験になるからです。年を重ねると失敗を恐れるというようなことになりますが、まだまだ若いあなた方は、それが将来の糧になる、そして大きな財産になっていくというふうに思います。やがてそこから夢の実現化が進むのです。そしてこれもいつも言ってることですが、楽しんでやることです。辛いことは長続きしません。何事も楽しみながら行うことで継続の力、これを持っていけんですね。ぜひ日本、いや世界の将来を背負ってほしいというふうに思います。さて、今週の風水ワンポイントアドバイスを、年始早々氏神様へ祈願に参りましょう。まずはご自宅と健康を祈願してください。お相手は風水鑑定士の福岡和明でした。今年も皆様に良い運気を。はい、 OK、 3分25。あ、全体短いですね。合計15分ぐらいです。そんなあります？あ、CM とか。あ、しまえてね。はい。そっか。はい。では次の放送の準備をお願いします。了解です。さすがにコメントがまだないですね。どちらかというと聞くラジオなんで、聞きにくいかもしれないです。そうですね。こちら準備完了しました。ですね、はい、次は1ページ目で区切ってください。はい、了解しました。はい、こちら OK です。了解しました。皆さんこんにちは。風水鑑定士である私、福岡和明が今週も風水談話についてお話をしてまいります。今週もお付き合いくださいね。
寒気とですね、それと乾燥した日々が続くこの頃、いかがお過ごしでしょうか。風邪やインフルエンザ、こういったものに気配りはされてますか。さて、私はですね、皆様方に何かをやるときに必ず楽しんで行うということを話してます。仕事や遊びや学ぶことをはじめ、すべてのことを楽しみながら行うということです。もちろん、中には大変なことを苦しんで行うということもありますね。でも、それらも先々のことを想像して楽しんでほしいというふうに伝えてます。自身もですね、以前は辛い時には楽しんでなんかできないというふうに思ってました。また、そう感じながら物事を成していたというふうに感じます。実はですね、先日 NHKBS で、日本人大リーガー一人一人のですね、特集をやっていました。一郎編をですね、見たのですが、彼がこのようなことを言っていました。昨年度の成績は振るわなかったけど、でも年をとっても20代の頃よりも足が速くなったと思うし、唾液も向上し、肩も強健だと思うと。シーズンオフにもかかわらず、自宅のあるシアトルの街をひたすら走ってるんですね。そして走ることやこれからのことを考えると、とても楽しいと言っているのです。もちろん映像に映っていた筋トレや他のトレーニングを見る限り、こう決してですね、楽しいとは思えなくて、彼は歯を食いしばってそれらをこなしてるんですね。それにもかかわらず彼は楽しいというのです。それはきっと今年のですね、彼自身が活躍する姿、こういったことを想像して、それを成していくことをきっと把握しているのでしょう。では一郎は特別なのでしょうか。もちろん超一流ベースボールプレーヤーであることには依存がなく、自身もですね、尊敬の念を常に持ち、まあ彼の活躍っていうのを願ってます。でも辛いことを楽しんでやる、これは彼に限ったことではありません。皆様方にもできるはずですし、そのコツもあります。ではどのようにやるのでしょうか。例えば身近なことで言うと、掃除などが良いでしょうか。自身もですね、どちらかというと掃除は好きではなくて苦手な方です。ただきれいにしなければ運気は上がらず、また当方のサロンにはお客様が来られます。片付いていないことや汚いようでは皆様方が来ていただけません。では苦手な掃除をどうやって楽しく行うか。はい、OK。 4分30、はい、ちょっとついてきましたね。はい、このまま行きます。自身は
実は好きな音楽をかけて掃除を始めます。うるさい曲やゆったりした曲、こういったものは向かないので、アップテンポでですね、楽しくなる選択っていうのをするんですね。自分自身の場合は、大抵ですね、アバをかけてます。当初はですね、DVD をかけていたんですが、これですとついつい画像にこう目を向けてしまうということでですね、半分はこうテレビを見てしまうという状況になっちゃったんですね。そこで、あ、これではいけないと思いですね、CD に変更したわけです。だいたい1時間から1時間半ぐらいの長さの CD であれば、結構掃除もですね、多くできるという感じになってきています。まあ、アバの他は、そうですね、カーペンターズですとか、ビーチボーイズですとか、まあその辺がおすすめかと思いますが、ちょっと古いですね。でも、洋楽、ポップスが好きな方にはおすすめですので、ぜひ試してみてください。ほら、これで掃除も楽しくなったでしょ？では、掃除以外はどうでしょうか？試験勉強やトレーニング、それらはどうやって楽しみながらこなすのか。それらは成功した姿を想像してみてください。そうですね。浅田真央さん。彼女はですね、以前トリプルアクセル。これをですね、飛ぶことで点数を稼ぎ優勝を狙ってました。韓国のですね、キムネア選手。まあ、マーチャーにもですね、一見、こう、地味に見えるスケーティングだったんですが、得点はですね、彼女の方が高いんですね。まあ、それ皆さん方が見てよくご理解いただいていると思います。実は、マオちゃんは苦手なジャンプがあったんですね。で、それを回避して、得意なジャンプで高得点を目指していたと。いう状況でした。昨年からですね、佐藤コーチに変更し、苦手であるジャンプっていうのを克服していき、トリプルアクセル、まあ、これを使わなくてもですね、年末の NHK 杯は、優勝したというのが記憶に新しいですね。この裏には、真央ちゃんの苦手を克服し、表彰台のトップに立つイメージをきっとしていたんじゃないかなというふうに思います。皆さんも試験に受かり入学した姿、入社し活躍している姿、資格を取ってそれを生かした仕事をしている姿、トレーニングのおかげで活躍をしている姿、それぞれを想像してほしいのです。そうするとほら、楽しみが湧いてくるでしょ。もっともっとやる気が出る自身にご自身になることがわかりませんか。仮に合格できなかった、活躍できなかったとしてもですね、以前よりも大きなですね、こうなんか飛躍した自分になっているということを感じられませんか？以前よりもぐっと自信がついていませんか？一度ダメであっても次回はクリアできそうだというふうに感じていませんか？それらはやがて大きな自信につながっていくというわけなんです。そしてもっともっと大きな自分になっていくのです。辛いことやしんどいこと、もっともっと楽しんで行ってください。やがてこれを繰り返していくことで、今までできなかったことや、とてつもない目標に向かって叶えていきます。ぜひ楽しんでやってくださいね。さて、
今週の風水ワンポイントアドバイスを、アップテンポでですね、好きな音楽、これをかけながら、まずは掃除をしてみましょう。今までとは違う、異なる楽しさ、これを体感されます。お相手は、風水鑑定士の福岡和明でした。今週も皆様に良い運気を。はい、OK、5分30。はい、ありがとうございます。次は写真と映像です。はい。よいしょ。ちょっとトピックスがあるんで、私のスマホの映像が入るかな。うん、入んないかな。これって入んないですよね。小さいですよね。画像検索しますか。はい。どれに探索すればいいですか。うちのアルファハイハイのことに実際はありません。ごめんなさい、もう一回アルファの、はい、イシタロアットマーク、イシタロアットマークアルファでしたっけ。はい、G メールじゃない方です。原稿送っていただいてる方でも全然、いや登録してないんで。あ、じゃあプログラムアットマークでも。ごめん、プログラムどれがいいですか。 PRO でプログラムいいですか。はい、で多分出てきますか。ラムアットマークアルファ、アルファアルファ、はい、ハイフンでしたっけ。はい、ハイフン、はい、レディオ RADIO、 レディコ、はい、ドットコムです。レディオドットコム、はい、じゃあこれに転送、はい、転送で添付だけしますね。よいしょ。はい。通してないですね。もう少し待ってください。プログラムアットマークアルファハイフンレディオドットコムですよね。はい、合ってます。プログラムで、あと。プログラムスペル違うのかな。あ、プログラムのスペルが違うんだ、きっと。PRO でしたっけ。
PROGRAM でしたっけ。はい、だから一文字違って、なんかこっちから送った方がいいですか。それで、あ、いいです、もう一回言います。はい、了解です。どうでしたっけ。はい、バイクサイドを見ます。はい、はい、はい、来ました。OK。これですよね。そうです、社会文化報道省。その話をちょっとしたいんですね、一番映像を撮るときに。あ、いいですよ。これでどうですか。はい、ありがとうございます。あ、いいですか。はい、ちょっと写真を先に撮れちゃいますね。はい、おっと、こんにちは。いや、なんかエラー起こしてます。
撮ります、はい、どうしようかな。現像がなんとなくしか見えないですけど、いいですか。あ、いいですよ、なんとなくでいいです。拡大すればそうですね。いや、こんな感じで映ってはいる。あ、はい、ありがとうございます。買えそうなんて思うとこないですかね。はい、じゃあムービー撮ります、はい、これ使えます。あ、いいですか。それじゃあ、最初の方ですね。はい、はい、いきます。3、2、はい、皆さん明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いいたします。昨年末ですね、社会文化功労賞というものをですね、授与されますよっていうのをですね、菊の間学院の郵便をいただきまして、まあ今年に入って授与式があるんで出てくださいということが来たんですが、ですね、あえて辞退をしました。まだ道半ばですし、もっともっと皆さん方をよくしていきたいということでして、辞退してですね、今年もですね、もっと多くの人のですね、運気を上げて、邁進していきたいというふうに思っています。ですので、まあ、この番組を通じてですね、また1年間いろいろとですね、話を聞いてぜひ実行してみてください。よろしくお願いします。はい、 OK。 次は2回目の方です、はいはい、はい、いきます。はい、3、2、はい、今回ですね、楽しんでやるということをお伝えしました。何事もですね、やはりその辛いこととかですね、しんどいこととかですね、そういったことっていうのがなかなか楽しめないですね。でもそれを成していった自分の将来とかですね、未来の自分、それをですね、ぜひ想像していって、それで、今はとりあえずそれに対してのですね、なんですかね、学びの場だとか、ちょっと試してる場だということでですね、捉えて前に進んでほしいと思います。ですので、物事をこう苦しめないで楽しんでやることで、その将来に向けるですね、力がアップするということをですね、ぜひ理解して、前進してください。頑張ってください。はい、 OK。 はい、ありがとうございます。お疲れ様です。と、次回は2月の